皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は今ですね、ママと二人で車に乗ってるんですけども、イエイ車に乗ってまして、今からね、私が学校で使うものをね、買いにお店に今向かっております。はい、それでね、はい、それとは全く別で、学校でほら買う使うものはさ、ママが買うんだけども、ノリじゃじゃーん、うわ、はい、最近おーちゃんなんかいろいろとほら忙しくってさ、いろいろ頑張ってたので、それはプレゼントします。やったー。で、2000円分好きなもの買ってください。マジっすか、いいっすか、言っちゃっていいっすか前に1000円分ほら買ったじゃん。やったね、好きなもの、うんうん、まあ、それの2000円バージョンということで、まあ、頑張ってたのでね。やったね。はい、まあ、ただこういうちょっと時期が時期なのでね、うん、だね、感染対策めっちゃねしっかりしてね、うん、でパーッと買ってね、パーッと帰ります。それでは進めていきましょう。アリゲーター、イエた今うるさいな可愛すぎだろってお話。やだ、可愛いじゃないですか。やばいね。お手紙セットだって。うわ、これこういうの大好き私。そう、着やすそうだね、本当、うん、無印大好き、うん、発作出ちゃう、大好きすぎて好き、好きっつってなるほどね。あ、すごい、なるほどね、面白い、めっちゃプリント入れられるじゃん、最強じゃん。こういうなんていうの、透明のやつ超好き、こういうの見て可愛いんだけど、こういうの大好きやばい、今日好きしか言ってないけど、やばいやばいやばい、テレビで紹介されました、紹介されるよ、うん、だって可愛いし便利だもん。目線もいいね。そう、ここ最強だよね、本当に好きピー、足くじだ、またマステと、これ500円なんだけど100円になってたから、うん、おー、すごい、やったね、買ってきます。はい、もう最強じゃん、私ここの中に住みたいんだけど。え、500円なのこれ。500円でこれさ、バッグだよ。そう、すごくない、ここの中に住みたいです、好きです。これ二人。見て、財布出てるんですか。見てこれ。進化しすぎじゃない？これさ、うん、こっちの方が見やすいか。磁石になってんの、ここ。うん、磁石開けるじゃん。うん、開けるじゃん。あ、すごい。私にとってはもうこれ、これ殺しにかかってるよ。信じられないぐらい買えないね。うん。あと1000円ぐらいしかない、もう。ありがとう。すごい車両。300円でやばくない？めちゃめちゃ恥ずかしいんだけどはい、ということで帰ってきました。じゃあね、それでは早速紹介していきましょう。ね、テンション高いよ、うん、はい、じゃあまず一つ目、はい、こちら
こちらはですね、雑貨屋さんで購入したね、モノのシャープペンでございます。これずっと欲しくて、私 0.5 しかないと思ってたんですよ。そしたら、私の大好きな 0.3 がありまして、びっくりしました。0.3 の水色、購入しました。開けてみます。これね、友達から一回借りたことがあって、めっちゃ使いやすかったので、今回買いました。え、余計じゃない？うん。こんな感じです。ここが消しゴムになってて、ここでカチカチカチできるんですね。こんな感じですね。あ、余計じゃん。めちゃめちゃいいんだけど。で、これね、ロックがかけられて、これね、振っても出てくるのよ。だから、振っても出てこないようにするには、ここをキュッて上に上げるとですね、ロックがかかってね、振っても出てこなくなるんです。これはもう全部友達情報で、こちらのシャーペンは320円でした。現在水曜日撮影なので明日持ってきます。イエー。次、はい、続いてはこちら、無印で購入したものですね。無印では、はい、またシャーペンってこっちは 0.5 のシャーペンでございます。はい、こちらね、もともと500円の商品だったんですけど、安くなって100円になってました。超絶好きです。で、それプラス、白いね、マスキングテープを買いました。真っ白のマスキングテープですね。いろんな柄が書いてあるマスキングテープは結構持ってるんですけど、この真っ白っていう、このシンプルめなのは持ってなかったので嬉しいです。こちらは99円でした。次、続いてはこちら。こちらはウィゴーで購入したリュックでございます。やばくないこれ。リュックがね、こちらね、金額なんですけど、こちらが500円でした。すごくない？500円でこんなに大きいリュックを購入することができました。すごい安くなってて、びっくりしちゃったよ。中はこんな感じで結構広いんですよね。いろんなところにチャックがあったりとかしていいです。チャックがあったりして、こんな感じですね。で、こっちにもチャックがついてて、ここはなんかね、細かいものが入れられるんじゃないかなって思います。なんか入ってた、ね、嬉しいよリュックこんな感じです。リュックはね、最近全く買ってなかったから、よかった。で、ここのね、横の、うん、入れられるところがこんな感じでベリベリになってるの、すごいよね。容器、これ500円はめちゃめちゃ安いと思います。お得。今回めっちゃいい買い物してきてる。だってこれもともと金額3990円だよ。4000円ぐらいすんだよ。やばくない？4000円が500円ってすごいなと思いました。次、続いてはこちら、ウィゴで購入したニーハイでございます。これはね、学校に履いていこうと思って、これね、23センチから25センチでめっちゃぴったしなんですよ。で、もともと399円だったのが100円で売られてました。もう、ウィゴー好きっつって。こんな感じです。これはもう、明日履いてこ。うん。こんな感じです。寒いんだよ、朝。最近ね。続いてはこちら。こちらは雑貨屋さんで購入したクロミちゃんの紙石鹸でございます。紙石鹸ずーっと欲しくて、どっかで買えたらいいなとか思ってたら、まさかのクロミちゃんがあって、ちょっとびっくりしました。開けましょう。こんな感じです。かわいいっていうかさ、いい匂いするんだけど、やば。お、薄紫かなみたいな感じで、こちらが50枚入ってるそうです。やばいね。めっちゃいい匂いするんだけど、香水屋さん通った時の匂いみたいな感じ。なんとなく想像してくれるとありがたい。丸々の匂いっていうのは難しいけど、香水屋さん通るときって感じかな、ね、これで外でも手洗いしっかりできるように、これは持ち歩きましょう。クロミちゃん可愛い続いてはこちら。こちらは300均で購入したヘアブラシでございます。シナモンのやつめっちゃ可愛いよね。開けます。可愛い。トコトコ歩いてるの好きなんだけど。こんな感じですね。
結構でかくて、あ、いい、めっちゃいいんだけどこれ。これはもうね、これ撮影終わったらもうお風呂入るんで、お風呂使えます。お風呂出たとか、こんな感じです。いやー、かわいい、これ、これ部屋に置いといたら最高じゃん。こんな感じですね。かわいい、かわいいの大好きこんな感じですね。そう、300均にさ、シナモンコーナーがあってびっくりしちゃった。かわいいってなったよね次、続いてはこちら。こちらも300均で購入したね、マイメロの綿棒です。これはもうかわいいなって、もう本当に一目惚れして買いました。300均で150円で買いました。ちょっと開けるね。これはもう部屋にあったらもう女子力上がるんじゃないか説っていうね。女子力はまず見た目から作っていかないといけないから。そう、コロナ禍だからさ、今友達ん家とか行けないじゃん。だからその間にちょっと女子力を上げるかっていう感じかな。はい、こんな感じで100本入ってるやつでね。でね、これびっくりしちゃって、あのケースだけが可愛いのかなとか思ってたら、あの綿棒の棒のところの柄が見えるかな、マイメロになってんだよ。これは可愛いと思って、もう買わなきゃダメと思って買いました。で、本当はこれのね、クロミちゃんバージョンが売ってたら本当はすごく嬉しかったんだけど、マイメロも好きだからいいです、十分です。マイメロも部屋にいたら女子力上がりますこんな感じですね。これは自分のどうしようかな、机とかにポンって置こうかな。次、続いてはこちら。駄菓子屋さんで買いました、タラタラしてんじゃねえよです。こちらは50円です。タラタラ大好き、うん、王様のお菓子ランドで購入しました。で、王様のお菓子ランドでもう一つ、はい、カルパスを3個、1個10円なのでね、合計30円です。これ合わせてね、80円分購入しました。ということで、今回買ったものはこちらで以上になるんですけども、合計金額を発表いたします。合計金額、消費税入れないで1999円。すごくない？1999円だよ。あと1円で2000円っていうね。自分でもその計算した時にめっちゃびっくりしちゃって、そんなギリギリまで買えたのがめちゃめちゃ嬉しかったです。ちょっと何個さ買えたか数えてもいい？11、12、やばくない？2000円でね、12個購入することができました。いやー嬉しい、欲しいものも買えたので、ママありがとう。はい、ということでこんな感じでした。はい、ということで今回は2000円分お買い物をしてきました。いやね、嬉しかったですいや、ね、リュックが多分今回の中で一番良かったんじゃないかなって思います。このリュックはね、なんか学校のリュックにしたりだとか、なんかいろいろしたいと思います。でね、前ね、あの1000円分購入した動画もあるので、そちらもぜひ見てみてください。これ次3000円がいいなそれじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。